はい、こんにちは、川瀬です。いつもレッスンカット見ていただいてありがとうございます。本日のモデルがこちら、ひとみちゃん。はい。伸ばしてるってことなんで切っちゃダメって言われたんで、この毛先がねすごい乾燥してるんで、ここはまあ今日切って伸ばしていくためにね艶っぽい感じでね仕上げていきたいと思います。で今日はこれが届いたんでリファドライヤー、これも検証動画も一緒に今日はあげたいと思うんで、じゃあ早速いきましょう。ここは切っていい？前髪どう？ここ伸ばしてんの？パツにしようと思ったけど、似合わへんよ。いいよ、パツにしておこうか。髪の量はどうですか？量はちょっとすいてほしいかな。ちょっとすいてほしい。傷んだとこ切って伸ばしていく感じで切ろうかな。じゃあ今から右側をサロンのドライヤーで、左側をこれで乾かして、まあちょっとねどれぐらい差が出るかやってみたいと思います。はい、スタート。4分26秒。じゃあこっちをこれで、ここ電源、下のボタンで風量ね、あとこの上のボタンでモイストとボリュームアップ、こんな感じ。ではモイストでいってみようと思います。4分6秒。あんま変わんないのかな、乾かす時間は。こっちが普通の、ノーマルのサロンドライヤーで、こっちがリファドライヤー使った仕上がり。これ違い分かるよ、分かんない。見た目よりも手触りがだいぶ違うかな。こっちモイストっていうモードで乾かしたから乾いてるんだけど、やっぱりちょっとしっとりしてるっていうか。こっちはね、やっぱ毛先の乾燥でザラザラした感じがやっぱ分かるかな。やっぱね、毛羽立ちはこっちの方が目立つね。こっちは若干やっぱこっちに比べるとこう分かる、毛羽立ちっていうか切れ毛のこう浮いてくる感じがマシ。本日の仕上がりがこちら。今日はね、少しだけ切って、最後巻いて仕上げたんですけど、リファドライヤー今日ちょっと使ってみた感想なんですけど、まず見た目がかっこいい。ここに温度センサーみたいなのがついてて、これがね髪の温度を測って、髪の温度が上昇しすぎると、勝手に冷風に変わるっていう風になってるんですよ。それがこの上のボタンでね調節するんですけど、これ押さなかったら普通のドライヤーみたいに、ずっと同じ温度で出るんだけど、モイストとボリュームアップが選べて、ドライヤーがね勝手に温度調節してくれるっていうか、温風と冷風を勝手に切り替えてくれるんで、熱くなると勝手に冷風出るんで振らなくていいわけ。こうやって、風が全部ダイレクトに髪に当たって、乾くのはこっち早いと思いますね。あと風量が結構強いんで結構すぐしっかり乾くと思います。今日はモイストでやってみたんですけど、動画でねちょっとなかなか仕上がりの質感が伝わりにくかったかもわかんないんですけど、手触りがね滑らかっていうか、結構やっぱモイストでやった分ちょっとこうしっとり仕上がるっていうかね。あとちょっとこう切れ毛とかの毛羽立ちはやっぱり普通のドライヤーよりもツヤっぽく仕上がるっていうのが今日使ってみた感想です。チャンネル登録まだの方は是非チャンネル登録お願いします。高評価してもらえるとすごい嬉しいです。じゃあまた次回。